2 Steps to Heaven という曲でした。ここで、メンバー紹介を改めて、させてもらいたいと思います。武田池田プロジェクトという、ユニットでやってますが、最初は、僕が一人で、やってたんですけども、その頃、僕の生徒さんで、来てくれた人に教えてることもやってるんですけども、その生徒さんに、武田先生は、いつも一人でやってるんだけど、なんか友達いないのと言われたことがあるんですが、そういう問題じゃないとは思うんですが、そういう点からすると、やっと一人友達ができたかなと、そんな気持ちです。そのお友達の、ギターの、池田さんなんですが、今日はちょっと言っておかなければいけないことがありまして、池田さんは、新婚ほやほやで、あの辺に、奥さんも、いらっしゃるんですが、そういうわけで、新婚ほやほや、人生バラ色の、ギタリスト池田蔵之介。新婚ほやほやのギターの池田です。ですね、こちらにおわすお方はですね、このバンドのリーダーであります、いろいろですね、ピアノだけでなくですね、そこに、ありますトランペットおよび、もちろん今日やっている曲の、作編曲ですね、さっきは歌も歌ってましたね、この人は。あとコンピューターでですね、その自分の作った曲の、ですね、後ろのバックグラウンドの、部分をですね、コンピューターで打ち込んで、それもやってます、いろんなことをやっている方なので、次はどんな楽器をやってくれるのか楽しみなんですが、そうですね、紹介しましょう、タケボンこと、武田紀明。楽器の数はもうこれで精一杯なので、ご了承ください。あともう一人、忘れてはいけないメンバーがいまして、先ほどなぜか、ストライキを起こしまして、ライブでこんなことになるのは今日初めてなんですけども、僕たちの楽器以外の全てを担当しています、ご紹介します。コンピュータさんです。次の曲に行きたいと思います。次の曲もまた僕のオリジナルで、次は、オーソドックスな、モダンジャズのスタイルの、バラードなんですけども、デブという曲です。
ました。次はまた、コーナーなんですけども、先ほど今日のリクエストというのをやったんですけども、次は今日のリクエスト2なんですが、僕たちは、一応の、オリジナルを中心としたバンドなので、リクエストがあまり増えてもどうかなと思ったんですが、でも、お客様は神様なので、できる限りお答えしようと思います。それで、今日のリクエスト2なんですけども、ラリー・カールトンの、曲が演奏しているので有名な、スリープ・ウォークという曲なんですけども、ラリー・カールトンも、フュージョン畑の、超有名な、すごいギタリストなんですけども、先ほどは、ジョージ・ベンソンにつなぐ、勢いのギターを聴かせてくれた池田さんなんですけども、今度は、ラリー・カールトンに挑戦するような、演奏を聴かせてくれると言っていました。言ってないですか？やっぱり言ってないそうです。そういうわけで、行きたいと思います。
その勢いの、ギタープレイを、聞かせてくれました。ラリー池田とでも呼んでください。ラッキー池田みたいですけど。次は、また、僕のオリジナルで、東洋な雰囲気の、する曲で、オリエンタルダンスという曲です。
次の曲で、一応最後の曲となります、でも、これもまあ恒例といえば恒例なんですが、その後にもうアンコールを用意してありますので、本当は次の曲は最後じゃないと、そういうことになります。でもそのためには、皆様の、ご協力が必要ということになりますので、よろしくお願いします。最後はまた僕のオリジナルで、バニピュレーションという曲です。
と約束のアンコールなんですけども、最後のアンコールは、さっき今日のリクエスト1、2とありまして、次は、今日のリクエスト3も兼ねての曲です。あと、今日のスタンダードっていうのを毎回やってたんですけど、それまだ今日やってないのでそれも兼ねての曲です。スタンダードナンバーで Fly Me to the Moon という曲をやります。
どうも最後までありがとうございました。次回やる時がありましたらよろしくお願いします。